あフロンターレ戦はボレーシュートでゴールを決めました。それから清水戦でも2得点しています。引きつけて大久保、ラストパスでオフサイド、裏を取りましたがオフサイドフラッグ。すぐに大久保はアピールに行きましたが、あ、ジャッジは変わりません。非常にいいと思いますね。あの、課題だと思いますけど、サイドにね、あの今オーバーラップしたことによって、はい、斉藤がね、こう中に切り込むことができたんですよね。こう相手を引きつけて、はい、あ、落ち着いて、これはパスにしました。高木へ、半身で受けます。中島、高木、抜けるか、まだある、拾って、高木、ラストパスでシュート、決定機でした。大久保、いや、この縦パス非常に良かったですけど、栗原ですか、よく体を防いでね、よく止めましたし、その後の宇高のね、大声のパスも冷静でしたよね、はい、こう自分でシュートを打つんじゃなくて簡単に、ね、シュートを打てる大久保にパスを出しましたけど、飛び込んでいきました。で、宇高はハンドじゃないかとアピールしました。ノファール、足元、宇高キープ、大久保判定、うまいシュート、ターンまでは良かったんですが、シュートブロック、栗原、内容によって変えるということは前の選手に比べると少ないですか。少ないです。入れ替わりました。ウォータースペースへ、中島チャンス、シュート来ました。ワンタッチあってコーナーでしたが、シュートが浮いてしまった中島。引きつけて室谷、シンプルにクロスを入れます。ここは中で中澤と栗原が待ち構えています。中島クロス、大外ヘディング、シュートの後に倒れ込みました。大久保嘉人、逆にスペースがあります。カウンターのチャンス、大久保、サポート、ー高萩、宇高を使います。宇高対中澤、山田、決定機でした。大久保、完璧なカウンターだったと思いますね。あのボールを奪ってから、こう大久保のね、コントロールも非常に良かったですし、そこからこう高萩の関わり、そしてこうピーター・ウタカからのクロスですよね、まあ、その前に室谷もねしっかりとここ攻撃サポートしてるんですよね、はい、下がって顔を出します。ウーゴ・ビエラ運ぶ、天野、斉藤、ミドルシュート、斉藤のミドル拾って、マルティノス、ダイレクト、前で残っていた宇高、長いスピードに乗ります。前にスペースがある、長いは溜める、シュート、ー長いです。お、小橋、右足、横浜先制、天野、シンプルなワンツーでした。
いました壁。試合終了、0対1、アウェー横浜勝利です。